さんの着付け始まります。はい、おはようございます。今日も、手結びやってみます。はい、4m20cm で硬い帯です。はい、手先はこれ55cm ぐらいありますね。はい、じゃあそれでやってみたいと思います。はい、そうしましたらまず胴に二巻きしました。一つ折り、片山です。そしたらこの中に、はい、こうトントンと入れて1、2、ちょっと短いこうね、こんな風にして中へ入ってます。こうですね、この下ギュッ、はい、1、2と、よいしょ、50センチぐらい、ね、あんまり大きくない方がいいです。縦やね、あんまり大きいと可愛くないです。はい、そしたら今度ここ真ん中持ちます。この中にこれ入ってますから、ここがゆったりと綺麗に結べます。真ん中取ります。はい、真ん中取ります。硬い帯です。はい、はい、こうですね。でこちらを、はい、引いて置きます。こうですね。はい、そしたらここに1本目と2本目と2本取ってください。はい、縦矢の時はもう最初に2本取りました。肩までここ行ったよ。はい、そしたらこの幅同じように一手のところでここ持ちます。この耳揃えて、はい、ここです、ここです、止めておこう、硬いから。はい、でこっちね。はい、ここで、この裏側は下へ出しとくよ。して、はい、でこのここで、はい、この耳、この幅ね、ここでよいしょ、中へ入れます。こうですね。はい、そしたら今度はこの留めたののここです。ここに、はい、2本目、まあ、1本目でいいか、はい、どっちでもいいです今回は。はい、こうして止めます。そうするとここですね、ここが、はい、でこれ綺麗に入れます。はい、縦矢の台ができました。でこれをね、こうやって中へ入れると帯が下がっちゃうので私は入れません。はい、そうしましたらここで枕をします。枕はもうこのままね、こっちが丸い方、太鼓のようにして、はい、ここ入れます。はい、押さえてギュッ、えいっと、はい、1回、2回でねじって、はい、下線引いて、この分を、はい、この中へ縦巻きと帯の間に入れます。はい、入れてください。こうですね。はい、入れました。じゃあこっち、そしたらはい、じゃあ今度はね、はい、さっきと一緒、ここ縦矢になってるでしょ。たらここ開く、そしたらよいしょ、引っ張る、1、2、50センチぐらいね。はい、そしたら今度はここでバラの花作るよ。はい、1、2、3、4、こうね。はい、ここ綺麗に、はい、ここも綺麗に、はい、そして持ったたらここも綺麗にして、
よいしょ、硬いけど、ね、今ここ半回転、よいしょ、はい、ここへ出てくる、こうして、ね、はい、そしたらここに30ゴム紐、一番奥ね、はい、これをここへ、はい、こう預けたよ、ね、預けました。そしたらここにバラの花ができたでしょ、ね、はい、でここがこうね、こうなった、はい、そしたら今度は硬い帯でもできるよ、ね、そしたら今度ここにあるでしょ、こう、はい、また同じここへ、硬い、硬くてもできる、はい、こうしてできました。はい、帯締めするよ。はい、帯締めします。ここね、はい、ここ持ちました。はい、と肩。よいしょ。はい、これ中へ入れて、中へ入れて。でここ縦矢だからここ斜め、はいはい、これね、でなんでこんな、なんでこんなに近づいてんの、はい、帯締め、ビュッ、よいしょ、はい、帯締めしたよ。あとは形付けね、はい、見てくよ。縦やピーンでしょ、縦や、はい、でここバラの花、はい、ここもね、これは手先ね、でこれもよいしょ、硬いけど引っ張って、はい、ここで丸くする、縦やの、はい、出来上がりです。はい、短くてもバラの花が、えい、はあ、できましたね、どう、これも可愛いでしょ、これ開いてもいいしね、はい、こんな感じで縦やでバラの花、高い結び帯でもできます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。励みになるのでグッドボタンもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。